皆さんこんこにちはゆひです、えー、今日はあの教育っていうかあの、うん、学校に特に学校教育についてのことをちょっと、えー、話してみたいなと思うんですけど皆さんのご意見がちょっとすごい聞きたいなと思うんですけど、えー、たまたまこちらにあの来てくださった方が、えー、ありがとうございます。あの、えー、もしよろしければあの答えアンサーしてほしいんですけど。 えー、本当にその学校教育っていうのが必要学校が必要かっていうことなんですよ小特に小中,、うん、小中高ですね。小中高で,す、ねでえーとーまあ、必要別に必要じゃないと私が思っているのでそう思っている方はあのいいねで,でいや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 学校は絶対必要でしょうという方は、えー、バットボタンで答えていただけると嬉しいんですけど。えー まあ、このコロナのことがあって、えー、家でねみんないるわけじゃないですかで私もしあのもし子供今そ子育て最中真っただ中だとしたら、えー、本当に今 YouTube なんかすごいあの面白いチャンネルがいっぱいあって、えー、もう図学工作にしたらいろんなねあのいろんなことをこうやって見せてくださってるからね牛乳パックでこうしたりとか。 いいろろありますよねチャンネルがその粘土だとかからあの絵画のねあの絵,の具絵の具や墨やもういろいろありますよあのレクチャーしてくださる先生がいたりか体いそうでもねヨガとかそれからあのストレッチとかねす本当に素晴らしい先生の方がやってくださってるのでそれもありますしもういろんなもう歴史なんていうのは YouTube でねこう選んで先生見たら面白いなと思いますしあらゆるジャンルの えことが学べるんじゃなないかなってパソコンなんかのこともね詳しい方が載せてらっしゃったりとかするので子どもたちにそれぞれの、えーえー、よく相談をしてねどれがいいってことであの好きなチャンネルを選んでもらってで朝カリグラムをあの組んであげてそれでまあ一人一人にタブレットが必要ですけどそんな感じであのやったらすごい面白い教育ができるんじゃないかなっていうふうに 思うんですねあのー、まあ、もちろん学校っていうあの、えー、みんなが来て仲間ができて私も小中高とお友達がいますから本当にそうですね今でも本当にまあ、かけがえのない友達ですねその小中高の友達って。ねそれはすごく思いますし、えー、今までのまあ、昭和の時代ならそあのー、例えば8時15分から始まって。 あの時間帯をあ何て言うかな強制的に中断で過ごさせるということの意味はあったでしょうけど今ありますかねこれからどんどん違う世の中になっていくのにものすごい急怠然としたあり方であのもし別にあのいろんなことを実際的に学びたいっていうんであればそういう、まあ、探るというか そういういのを立ち上げるね先生,た先生方も教職員の方たちがそういうのを立ち上げてみると思うんですよね。っていうふうでもっともっとあの活気のある、まあ、その文科省本当文科省の悪口を言い,たく言いたいわけではないですけども、えー、例えば何月から,何月から何始めるとか9月から始めるとか、えー、卒業式がうんうんとかっていうのありますけど全部あの子どもの都合というよりかは教職員の都合ですよね。 何ですかねあれもう得体の知らないものなんですけど私にとっては生徒に生徒たちとか子供たちの未来っていうことに全く目が向け向かれてないようなことだと思うんですよ。もうカリキュラムをこなせばいいって考えるこなせないからって大騒ぎするもうすごくわからないんですけどもっともっとあの前々からいろんな方が提唱してらっしゃるますけど、えー、よくに緑3さ制度の。 ね、あの、いいのか悪いのかっていうのもありますし、教育のその内容のやり方がもうこ。これからあの、グローバルな社会に行くためにもね。ちょっとその旧態依然としすぎてないかっていうこともあると思うんですよ。なので、あの、私、うちのうちの子供三人いましたから。えっ、ー、と、末娘。っていうか、あの、娘がね、二年生の時に。あの、断固たる、きょあの、登校拒否を行う。 いましてね分断で出かけるんですけどもう草むらに隠れて帰ってきてしまうっていうことがあってあの近所のそのそこその子のその同級生のお母さんに「あの息子がね帰ってきて言う,の言うんですよ」ってあの「舞ちゃんは自由に休めていいな」って本当羨ましがられてましたけど私も仕事をしていたので気づくまでちょっと時間がかかりましたけどでも何とも思いませんでした。自分ももあのの学校そんなにそのどちらといえばもう その窮屈でねもう本当に窮屈で嫌いだったのであの別にじゃないって思っててその2年生の,その、まあ、うちの娘は本当に自慢じゃないですけど本をよく読む子だったのであの漢字とかも得意であのたまに、まあ、先生に強制的に言われて生かした時があったんですけどそういう時なんかに漢字テストやると満点だったんですよ。 でまあ、それを自慢するわけじゃないんですけど別にうちでやってもその基本的なものっていうのはできるかなっていうふうに思うんですね私別に手をかけてませんそれ大した手は仕事してましたから。でそんなこんなで中学の時にはまあ娘は中学は本当に楽しく学校行きましてね本当にあの喧嘩屈指の進学校に入りましたのでね不登校の時期があっても全然構わないし学校がなくても。 本当極論なのでねあの賛否両論あると思うんですけどなくても私はいいと思っててっていうのはあの中学の時にその娘のお友達が学校に行けなくなっちゃってまあ、あの理由がちょっとあのやんちゃな子たちがちょっと集まっちゃった学年だったもんですからまあすごいまあいじめがあったんですよね。だから行きたくなないってなってて でその時にあの私も一緒にそのお母さんとして悩んでて「あの、うん、大変だよね今荒れてるような学校」ということで話してた話しててそのお母さんも先生に相談したら先生の答えがまあ見事でね見事で笑っちゃったんですけど「あの学校来なくてもいいですよ」って「別に来なくてもあの卒業証書出ますよ」ってなったんですよ。で今学校は危険なので来ない方がいいですって言ったんですよ先生が。で そういうういことともあって無意味だなと思うんですよね学校が本当に無意味だなってその時思ったので本当に家、まあ、親がしっかりしてあの聖者を見極めるというかそんな感じでねあの子どもたちに本当に負荷がかからない本当に夢と希望と愛とそんなのがたくさんあるよって親が教えてあげた方が そんな学校でそんないろんなないいろ目に合いますよ学校行きますといろんな目に遭いますそんな危険な場所っていうか、まあ、あの荒れた場合ですけどもね、まあ、先生たちも本当にあの、えー、モンスター・ペアレンツだとかって言って不兄を、ね、嫌がったりしたり、まあ、どっちがどっちか分かりませんけど、えーとまあ、いろんな問題が学校にはありますからこの際あの本当にもっともっと深い意味で。 そ何学期で始まるとかどんだけの科目をやんなきゃいけないとかっていうそういうレベルの話じゃなくて本当にこの未来の子どもたちが本当に意欲的にこの世の中を生きていこうって思えるような教育を是非お願いしたいなっていうふうに思います以上です。